さんに今鏡見せて鏡見せて自分でオブさんこれ カンタムーやはーこんばんは。どうも村井民夫さんファンレベル17ありがとうありがとうございます。カンタムーさんこんばんは。おはたむおちたむカンタムーどうもこんばんは。どこ行っちゃったさ。寒くね、今日寒いよね。よいしょ、寒くなってきた。ブーさんをウェックしたいって興味なかったブーさん鏡に。こんばんは。どうもーんーこんばんは。ヤッホーホーコンタムおちたむこんばんは。どうもーん。よいしょこんばんは、かんたむん、うん、みんなお菓子とかありがとう、たくさんどうも、アンジですなんでその自己紹介最近そう言ってるけどなんですか、それそういう場所剣です、初期じゃないよ違うでしょ剣じゃないよ。こんばんは。鏡見てる。ウブさんもう、あっち行っちゃった。動いた。スペースランナーウェイさん、ファンデピル24。ありがとうございます。はい、どん。寒すぎて毛布出した。そろそろ、私毛布出さなきゃな。お、10位に上がった、今。出したんですよ。ありがとうございます。ランクアップありがとう、10位。ありがとうございます。こんばんは、どうも。おちたむーん。やっほー。こんばんは。こんたむ。タムすぎる。なんだそれ。なんだそれ。カンタムだもん。ぜひタムさん。こんばんは。やっほー。カンカンさん、ファンレベル20。ありがとうございます。ありがとう。テスムのダジャレで温まるといいと思う。ダジャレで温まるの聞いたことない。ドライハウス見せて、ドライハウスも閉まっちゃった。なんだっけ。なんだっけクローゼットに。ドライハウスめっちゃでかい。許可タムズ470人。カネヤンさん、今月もありがとう。ありがとうございます。メミさん、ファンレベル19。ありがとうございます。ありがとう。ね。カンタムーンとも。もうすぐ誕生日。あと、一週間ないわ。もうちょっとよ。カンタムーン。あと130人。いける？あと、3日しかないけど、今月。早めにお誕生日を読めと。だいぶ早いって。早い。早いよ。こんばんは。カンタムーン。やっほー、カンタムーンだもーん。どうもどうも。こんばんは。カンタムーン、カンタムーン。どういったでパレード。誕生日にしないだろやばい、誕生日にパレードするの本当ね。やばい、でそんな人だったの、そんなすごい人だったの。あつたまたも育児になるのハピバー22だよ。そしてキャンキャン立ち呼びしてきた、買ってよ。うん、誕生日レベル25。ありがとうございます。25達成ありがとう。こんばんは。セレブなタムソン。タムソンは誕生日パーティーやる。誕生日パーティーやらないよ。いいよ、誕生日パーティー。カンタムーどうも。たまたま。ゾロ目ですよ。ゾロ目？あ、22？ そうよ、次22。今日か寒いぞ、お前。ブーさん寒い？そんなことないだろ。キラブ100億円ありがとね。カンタムーどもどうも。見たかった？何が？ダイソンみたいだった。タムソン。何タムソンって思ったけど。設定〇2確定多分。なんだそれ。こんばんは、カンタム。CO2 さん。200回目の方ありがとう。たくさんありがとうございます。あ
あいつね、あいつたむーん、サンプレにドライヤーハウス、いやあるのよ、猫何匹いると思ってる、一日一匹なのよ、言わないだろそんなに。あいつたむーんもターマン40回で誕生日パーティー、ターマンの40回で、ターマンの40回なんて住めないよ。ちょっと配信終わったら前髪切る。めっちゃ伸びてきた。前髪切っちゃう。櫛どこ？あれ？櫛置いてきちゃったな、そっちに。出てくるわ、ちょっと。櫛。ブブさんいたから連れてきたね、ブブかわいいね、かわいいね、耳が冷たいよ、かわいいね。あまま、これだもん。あつおさんファンレベル19、アイスミス、えいと自動トイレ、自動トイレめっちゃでかいでしょ。いや、いいかもだけど、いいよ、ね、置く場所ないよね、ブブさんね、かわいいね、寝ますよ、見て。ブブさん、たかしさん400回目の方もありがとう、たくさんありがとうございます。はい、ねね、ブブかわいいね、かわいいね、ブブさん、ブブさん、あ、いやそう、いやそう、いやだね、いや、いやか、いや、いや、ここに行った方がいいよ、多分ブブさん。ポコポーズさんファンデビル16、あいつもあーやだ。逃げてた。いやって、ブブさん。食われる、食べるわけないだろう。食べないよ、ブブさんのことは当たり前でしょ。黄色、今日ブーさん、おいで、来ない、話せって。逃げてきた。あ、クイナーショー、いやいいよ、クイナーショー使う、あの爪切る時だけ。どうしたブブ、あれがいけない。なしおさん、フォローありがとう、アイテムです、アイテムね。うちの子は抱っこするとすぐ肩の上、めっちゃ可愛い、それ肩の上には乗ってこない、すぐ逃げてく。トムタムーども、こんばんは、泣いてるわ、わしに皮がなって、皮って欲しそうに泣いてるよ。トムタムーども、こんばんは、なーほー、どうしたの、どこ出たいの、どこ出たいの、扉の前で泣いてる。廊下出たいの、ダメだよ。あ、どうの方ありがとう、こんばんは、こんばんは、こんばんは、そんな泣くなら大切しなきゃ。でも多分ね、廊下に出たいんだよね、ブーさん今日は出れ、そんなことないよね、ブーさん。返事した、また廊下に立たされる。ブブさん、廊下出たがるのよ、なんか。ね、ブブさん。出さないよ。こたつ買ってくれって。こたつはいらない。やばいな。ブブさんも挨拶して。コンブブ、コンブブいいよ。いいよ、それ。ないです、そんなの。こんばんは。こんばんは。おはったむ？早く出せって。廊下に出たい、ブブさん、ダメだよ。廊下出て何すよ、廊下出てなんか
ボロボロしてる別になんかするわけじゃない。ウブさん用のホットカーペット買わないよ。いらない、いらない、いや、あったかいから、そんなホットカーペットとかいらない。あ、ツモの方ありがとう、こんばんは、どうもファンタムー、やーほー、どうも、どうも、さんが何してんの、ケージで暴れてる。あ、ツモの方ありがとう、髪切ってないよ、短くなったわ、長さ一緒、変わんない、一緒だよ、ワイの心と懐さです。寒いかい、おつたむーとも、どうもどうも、こんばんは、やーほー、今日もエアコン、あったかい風、暖房つけてんの、私何もつけてない、配信始める前20度ぐらいだったので1度上がったわ、21度だよ、いらないカンタムだもん、やー、猫布団は可愛いサイズ、確かに猫ちゃん用の、でもあったとしてもウーさん使わないよ使わない、何もつけてないよ、パソコンであったかくなるんだよ部屋が。あ、ツモの方ありがとう、どうも、男なら上着、なんだそれ暖房つけずに上着ってこと、そういうことそういうこと、こんばんは、おはたむーん、どうも、こんたむー、猫自体が引いた、確かに猫あったかいこれチュール入りタコス、なんだそれ、こたつ、こたつ買わない、いらないよ、ブブさん、こたつは、こんばんは、おはんたも、こんたも、てかもう9になってる、いつの間に出てた、ワンカップ、ありがとう、ありがとう、ありがとうございます、キウイありがとう、こんたも、カンプ摩擦しないだろ猫用こたつ、猫用のこたついいよ、くぼしないよ、そんな広くないからね、嘘ないです、いりません、ね、部屋あったかいもん、そんなめちゃ危ないわけじゃないか、いらない、今はこたつで丸くなるいや、こたつあったら寝ちゃうしね、よくないわね、ブブさん、ブブ寝てる、ずっとブブ、おいでブブ出たそう、ずっと廊下に100ブブお届け、100ひら、ありがとうね、あ、ゾウの方ありがとう、グラップか CPU が一番好き、配信だけ、ショールームだけだったらそこまで、一瞬ゲームしてるとね、ゲームもさ同時にやってるとちょっと熱くなるよ、もうちょい上がる、初見です、うちあるでしょ、カンタマ実家で飼ってた犬ストーブ買う寒いんだよワンちゃんも、カンタマヤッホー、床暖房はついてないよ、あの PC 暖房だよ、病院ながら風邪をひいてしまいました、多分お気をつけて、風邪ひいちゃったの、大丈夫、つけるわ、寒くなってきたもんね、ウブから、ウブが部屋から出たかより、ひょっとして何を、小さいになってる、乾燥剤もあったかい、乾燥剤あったかいの、あ、そうなの、そんで廊下出してやってもそっか帰ってくるよ、気づいたらウロウロしたいだけなんだよ、え、違う違う、してないよ、やめてよそんなこと言うの、ドライヤー小屋、あのドライヤーハウス、ドライヤーハウスなんか一回入れてみたけど、つけずにね、つけずに入れてみたけど、なんかキョロキョロしてた、え、何これみたいなキョロキョロしてた、え、まあ使えるんじゃない、ブブさん床暖、電気代すごいの、やめたほうがいい、そうなんだ、お酒とかハリネズミ用のペット用のホットカーペットってある、いや、いいよ、ブブさん、いや、結構あったかいからな、ブブさん、あー、なんかやってるわ、ブブさんが、
ブブ？手の下のなんか。ずれてる。ちょっとベッドの下で悪さしてる。ちょっと待ってて。ブーさん連れてきた。あんたい。こら。よいしょ。悪さしたな。悪さしてたな。手に行くぐじゃん。どうしたの？寝息が荒いぞブーさん。ダメでしょ。ダメでしょ。ペットの下にいろいろしまったってさ、ペットの下にペットキャリー置いててその上に乗っていつもね、それを経由してなんかベッドの下にタンスをしまってる。そこのタンスの上に登っていくのよ。こらーこらー物しまってあるのにいろんなところに行って、こらーどうでしょうさん、悪さしてたから今日ずっとここね。わかった？ここね、ずっとおぶさんが悪さしたから。わかった？気がついてる、おぶさん。あとでブラッシングね。あとでブラッシングね。終わった？おぶさん、あとでブラッシングね。終わってる？ブラッシングね。分かったか。ブラッシングしますからね。無視しちゃ、無視されてる。カメラ目線してた？マクキュウかわいいね。プニプニだね。何もないところでいたずらしても、いたずらしても面白くない。いたずらをするなぁ、ブブさん。ダメでしょ。ブラッシングのゴール。ブラッシングするからね、あとで。わかった？ブラッシングね。聞いてないふりもない。無視される。いつもだよね。眠い？もしかして。眠そう。ブーさん、ね、眠そうじゃない？寝るの？寝るの？かわいい。よいしょ。ここにいなさい。あなたはいたずらしたんだから。脱いだ。カマは？ブラッシングに塗って。ブラッシングね。ブラッシングしてた途中ですよ。ブラッシングのさ、やつ？ブラシ？に、じゃれてくるの。できない？やらせてくれるんだけど。途中で脱走しそうなら、毎回連れ戻してる。お風呂入ってる時の顔。俺もいたずらしてそこ行きたい。ダメだよね。ブブさんしかダメだよね。かわいいね。楽しいね。かわいいね。今日おとなしいわ。見てよこれ、この顔。寝てるの？寝るの？されるがもう本当に。
降りちゃダメ。ヤクタさんファンレベル18ありがとう、ありがとうございます。見てね、何どっか行くの。あーやだね、ブブさんこっち行ったらいい。逃げてった、やったか。後ろに行けばいい、タウロウロしてる。カンタムだわ、カンタムカンタム。ブブハラなんだそれ。ブブは逃げ出した。歩いてトラックのモンスター、モンスターだっけ。今日配信終わったら切るマイク見ようね、ブブさん。寝るのか、ケージに入って寝るの。距離置かれてしまった、ブブさんケージで寝るみたい今日は。あ、チュール狙ってる。届いてないぞブブさん、手短いから。あんな顔しながらも好きよね。逃げられちゃった。あーブブさんがチュール落とした。ちょっと拾っちゃ、やばいやばい。よいしょ。チュール、そんなチュール、ウブさんがさ、ケージの上に置いててさ、チュール少しずつ上げてるから向こうに、キッチンの方に置いている。まだ狙ってる。もうないよチュールは、ウブさん。ウブさんチュール落としてね、その袋をめっちゃ噛んでボロボロにして食べようとするから、ほら避難さす。レッツさんファンレベル16あいつます、ありがとう。何か言ってね。チュール強奪されそうになった、危ない。チュールって美味しいんじゃない、なんか猫、猫ちゃん好きだよね。うん、ヒロジさんかぼちゃありがとう、たくさん入ってます。あいつね、上に置くから、だって一番いいんだもん、場所が。一番いいの近く。ブブさん諦めて寝ようとしてるわ。残念ブブさん、叩いて怒るというかわいそうだろ、そんなことしたら。ダメでしょ。ガンダムーども、僕にもチュールください。チュール食べたいの、買ってきな。買ってきだよ。ガンダムーやはん、こんばんは。ブブさんふて寝しちゃった。自分の上に大好きなものあったらそれは取る。でももう諦めた。ダミーのチュールはないよ。空のチュールの袋の中にわさびを入れてそこらに置いて。かわいそうでしょ、そんなことした。買ってきな、買って食べな。ダミーのチュールやばい、かわいそうでしょ、わさびとかしたらね。ブブさん、もう寝てんの早っ。ブブさんもう寝ちゃった。ゲートランキング、今4位だ。ありがとうございます、ありがとう。やたくさんありがとうね。冷蔵庫に入れとく、冷蔵庫、やだ。2度目の方ありがとう。こんばんは、キョカタムズ471人、ニースケンスさん、今月もありがとうございます。ありがとう。おやたぶ
OSB も出るの？アサビとかになったらまだかわいそうでしょ。そんなことしたらダメよ。そんなんしちゃね、ブさん。冷蔵庫に、ブブさんが開けてチュールとビールビールないから家にブブさん買ってくるってこと。ブブさんビール飲むのか。ブブさん飲めるんだ。こんばんは。カンタも。チュール先取れないと思ったのにな。びっくりした。落とされた。取れないと思ってた。取れるんかい。今日もタムが可愛いのでまだ起きてます。起きとくんかい。焼酎美味しいです。焼酎じゃないって。水だって。チュールをつまみにビール飲みながらテレビ見てる。え、ウブさん人間もしかして。フラマンさんリボスターありがとう。ありがとうございます。サルトさんファンディピル20ありがとう。ありがとうございます。こんばんは。どうもどうもどうも。おや、かわいいな。ありがとうな。ありがとう。カンタムさん、お菓子たくさんありがとう。カンタムともカンパンパンよいしょ。たまたま。でもさ、ファンルームにさ、あれ載せた見た。1から100、前回のイベントのおめでとうフェスティバルの1から100位までの方の名前書いた。よかったら見てください。書いたんで。ウーさん晩酌始めウーさん人間じゃ。そんなことしたしたら、うん、グロモンさんもありがとうね。お菓子たくさんありがとうございます。今日外出た。何がブブさん。私は出てませんよ。なんか自分だけ。え、そんなことないよ。え、だってある33になっちゃうでしょ。なんか名前に3とかちゃんがついてる方はそのまんまにした。サンサンになっちゃうじゃん。いいぞそれで。アビーさん、かぼちゃたくさんありがとう。はい、ありがとうございます。合計ランキング良い。ありがとうね、こちらこそ。確かに、でしょ。サンサンになっちゃうから、なんとかちゃんってついてる人もなんとかちゃんさんになっちゃうから。そういう方はそのまんまにした。ウノさんネタ振りモードでチュール再び狙ってる。いや、完全に諦めてる。これも魚炙ったイカでいい。なんだそれ。こんばんは。どうも。名前書いてくれたらと、こちらこそ。じゃ、できるときは書いていくね。これから久しぶりに書いた。あのタブレットで書いたの。あれリップして髪整ってるから、そう出たのかと。ないよ。チャンピンシャン、なんだそれ。あつもの方ありがとう。どうも。あつとも。アルサンティン、なにティン。なんだそれ。カンタムードも見た。ありがとう。ありがとうね、みんな。あいつどう100位の方まで書いてる。よかったら見てください。紙にうまみって書いてある。書いてあって嬉しかった。いや、こちらこそありがとうな。タブレット。いいの、タブにしなくて。キューカティン、誰よ。違う人だそれは。違う人って。カンタムタモン、どうもどうも。チャンリンシャン知らんのか。リンスインシャンプーの CM。 チャンリンシャン、え、知らないわそれ。何それ。リンスインシャンプー、わかんない。わかんないよそれ。あつむの方ありがとう。こんばんは。どうもどうも。お化けたくさんの133お化けたくさんありがとう。あいつどうす。うん、よいしょ。こんばんは。次回ごちそうさま。たけちゃんも帰った。あ、そうなの。こんばんは。どうも。どうもどうも。
昨日さ久しぶりに業務スーパー行ってさ、あ買ったんだよね、あの雑穀米買って、最近ずっとさ雑穀米、ずっと雑穀米食べてたんだけど、雑穀米が好きで、でも雑穀米のさ米嫌いしちゃって、そっから買ってなかったから、業務スーパー行ったら買おうと思って、あの買ってなかったんだけど、久しぶりに雑穀米にした今日めっちゃ美味しかった雑穀米。あと業務スーパーで、業務スーパーのビール酵母のパンがあって、食パン、ビール酵母食パン、食パン、あちっちゃいパンがあって、それめっちゃ美味しいの。なんかねちょっと甘いのよ、ビールの味がするわけじゃないんだけど、ビールの味は全くしない、アルコールの味は全くしない、ビール酵母なだけだから、酵母だからあれだけど、甘いの、なんかね何もつけなくても、焼かなくてもいい、そのまんまで食べてめっちゃ美味しい、甘い、そのパンめっちゃ好き、ビール好きなの、ビールは飲めないいやそれビールの味はしないのよ、違う、なんか甘いの、食べたことある人いない？なんか甘いのよね、美味しい、ちっちゃい食パンみたいな感じ。あ、まあまあとも、また悪魔も食べきったよ、今違うやつ食べてる、雑穀はめっちゃ美味しい、大好き、久しぶりに日の光を浴びたそうだ、全然外出ないでみたいになってる、今日は出てないけど、昨日買った、またポックメン、ポックメンまだ家にあるもん、そんな食べてないもん。業務スーパーの何パン、ビール酵母パンみたいな感じだった気がする、めっちゃ美味しいよ、100何円とかのもう覚えてないけど美味しい、それ業者多分業務スーパー、まあ、確かにいっぱい入ってるのはあるけど、そんなパンいっぱい入ってるわけじゃない、ビール酵母パン、ビール酵母じゃない、酵母、あのなんていうの、なんだっけ、ビール酵母、酵母、あ、なんていうのあれ、酵母あ、そう、そっち、こんばんは、どうも、これめっちゃ美味しいの、あの業務スーパーのやつ、業務スーパーなんかいろいろある、なんかさ他にもなんかパン何があるっけな、あ、天然酵母パン、これだ、天然酵母パン、あ、言えなかった、天然酵母パンが業務スーパーはあれだけど人気だけど、これ食べたことないか分かんないビール酵母パン、これがめっちゃ美味しい、ビール酵母、これこれ美味しいんだよ、カンタムーダも、あとそう、ビール酵母、そっちそっちそっちの酵母、酵母じゃないそれめっちゃ美味しいね、おすすめ、こんばんは、業務スーパーに普通のお米にトッピングできる雑穀パン、あ、そう、それ買って帰ったの、それ買おうと思って行ったのよ、業務スーパー、ビール感ないよビールの味一切ない、そのビールの味がするパンではない違うよ、酵母が入ってる、ビール酵母、なんかちょっと甘いの、普通の食パンと違う、甘い、イカスクタフライ、イカ姿フライ買った？買う？イカ姿フライ、あ、お菓子のやつ？あれめっちゃ好き、美味しいよね。タマは？タマが一押しのビールパンはちょっと違う。ビール酵母ね。うん、なんかビールのパンみたいになってる。全然ちょっと違う。ビールにパンは浸さないよ。それやだよ。パンの味がするビール、それ何それ？酒を持ってこい。お酒はいらない。業務スーパー何気に閉店時、確かに出早いよね、わかる、昨日行ったんだよ業務スーパー入ったことあるけど、買い物したかったんかい、業務スーパーおすすめだよ、そのパン好き、ネギンくらいでっかいパン、それあれよ、天然酵母みたいな、それじゃないやつ、ちょっとちっちゃめの方、ビール酵母ってやつ、天然酵母みたいな、そのパン人気なのよ、でもそのパン買ったことなくて、ビール酵母パンがめっちゃ美味しい、
こっちしか食べたことないからわかんないけど。アーリーさん、たくさんお菓子ありがとう。ありがとうございます。ありがとう。なんか、雑穀米も、なんか1キロのやつを買ったんだけど、1キロで。500、600円いかないぐらい。500何十円か。出たし。天然酵母もいつも売り切れ。わかんないや。買おうとしたことない。わかんない1キロ持てるでしょ。持てるよ。1キロぐらい。1キロもう食べきってやばいって1回ご飯炊くので食べきるのやばすぎでしょなくなるわけないでしょ。そんなんね、全然持つよ。そう、白米に混ぜるの。ご飯洗って好きなぐらい入れて、でお水入れて。重くてもマイクくらいしか持ったことないと思ってた。なわけないだろ。マイクってそんな重くないでしょやばすぎ水も持ったことないみたいな。でもって1ヶ月の食費どのぐらいだろう。わかんない。家計簿をつけてるけど、この食費ごとのやつね。一応つけてるけどさ、なんていう、その食費、日用品みたいな、さ、分けてるけど見てないよ。だから一生瓶も大丈夫。一生瓶はないの。持ってないの。持ってるわけないだろ。あんたに。パンがないときは、それ何？お米がないときみたいな。この前も言ってたよね、そんな感じの。お米がないときケーキ食べろよ。何それ、何それ、なんか流行ってんの、そいつ。わかんないんだけど、私。で、何？あんま外食もするよ。しょっちゅうはしないけど。昨日は暴れそうだったね。あ、結構有名な言葉なの。俺全然知らなかった。外食ばっか自炊しないとそうなっちゃうね。かけぼちゃんつけてますよ。自分がどれぐらい使うとか知っとかないと怖いよ。マリンアンターネットしての有名なこと。あ、そう。全然知らなかった。あ、つもの方ありがとう。こんばんは。どうも。どうも、どうも。知らなかった。のブブか油そば、あ、食べたことある。美味しい。でもカップ麺はそういうタイプのやつはお湯切るやつは焼きそばが一番UFO が一番好きだね。タムー&ワネットかな。なんだそれなんだそれでもさ、油そばのカップ麺はさ、ちょっと前にファミマで出てた東京油組総本店の油そば、あれめっちゃ美味しかった。めっちゃ美味しかった。もう売ってないけどあれ、ずっと売ってほしいな。セブンのさ、蒙古タンメンみたいに。あれ、めっちゃ美味しい。UFO の爆盛りバール。え、食べてない。ちょっとまだ勇気出なくて。普通の UFO しか。最近 UFO に生卵をつけて食べるのにハマってる。生卵に、なんかソースかけるの。お好みソースとか、焼きそばソースとか。焼きそばソースないからお好みソースだけど、私は。お好みソースをちょっと入れて、で混ぜて溶き卵にして、そこに焼きそばをくぐらせて食べるのにハマってる。めっちゃ美味しい。なんかお店行った時に飲める焼きそばっていうのがあって、それが出てきて気になって頼んでみたらさ、溶き卵出てきて、それで溶き卵に入れて食べてくださいって。でそれしたらめっちゃ美味しくてそれ食べてみたらめっちゃ美味しくて、そっからね、それで食べるん。それ食べてる。簡単なのも飲める焼きそば、そう。焼きそば飲むの。飲んで死んないけど、それ名前だったのよ。岩井さんなんでできた、ちゃぶ台ひっくり返して。なんでよ。めっちゃ美味しいんだよ。美味しかった。私もそんな、あんまりさ、なんかさ、卵さ、
卵白の部分、生卵の卵白が嫌で、わかる？なんかちょっとドロッとしてるのが嫌だったんだけど、そう美味しかった。あ、そう、すき焼きみたいに、そうなんかすき焼きみたいにつけ、なんか焼きそばに卵入れるんだったら普通に溶き卵だ、溶き卵あのかけてさ、焼きそばと一緒に炒めて食べるのも好きだけど、いや前はそれが好きだったけど、それ食べてみたらめっちゃ美味しかった。やってみてよみんな、めっちゃ美味しい。最初出てきてねと思ったけど、あ、こういう感じなんだって知らなくってさ、焼きそばめっちゃ好きだから、あのなんか美味しそうだし頼んでるよって思ったら生卵も出てきてびっくりしたけど美味しかった。俺もやってみてよ。ちょっとソース入れるの、それがポイントよ。ソース、そこの店多分焼きそばのソースだったけど、なんでもいいんじゃないソースだったら私はお好みソースちょっと入れてソースね、いいな。あら、見た？名前書いてくれたらいいな。あえてね、こちらこそ。カラーの獲物的なこと、そういうことかな。ずるって、そうそう。初めて食べたけど、めっちゃ美味しかった。ケイシーさん、ファンレベル36。ありがとうございます。ありがとう。あえてね。実は別の食べ方で店の人裏で協議、違う、そうやって食べてくださいって言われたの。だからそうやって食べたら美味しかっためっちゃ美味しかった。振りだと思った。違う。純粋に苦しめばパンも買えない庶民に対し、フランス王妃マリー・アントワネットが言った言葉、あ、パンなんだっけ、パンじゃなくてケーキを食べればいいってなんだっけ、さっきのってやつだっけどこちゃったっけ、パンがないときはケーキ、ケーキの方が高くない？なんかのフランス革命のマリアントワネット現象、麺の方は味付けあるよ、普通の焼きそばで、そのままでももちろん美味しかった。麺の味付けだし、やばい、嫌すぎるそれは。麺も味付けついてた、ソース焼きそばで、で生卵をくぐしてカンタムーもベルバラ、ベルセンのバラ、読んだことない、そんな名前は知ってるけど。カンタムーもカマワン焼きそばの飲み物、めっちゃ美味しかったんだよそれ、おすすめだ。2度目の方、ありがとう。こんばんは。わあ、あの人変な食べ方してるみたいに思われてたり、いやいやそうやってって思われたんだけど、その店の人があるよ、それでそんな風に言ってくるんだったら店の人が言ったんだから。てか花火上がってたね今、レベル27達成、ありがとうございます。30万円ポイント達成、ありがとう、ありがとうございます。こんばんは。2度目の方、ありがとう。でもやってみ、そうやってみ、みんな多分オリジナルじゃない、私のオリジナルじゃない違う。ベルサイユのバラがマリー・アントワネットの詩じゃない、知らんけど分かんないよ、私も分かんないよ、見たことない。おはとむーとも、どうもとも、カレーに生卵も、カレーに生卵はやったことない、カレーはチーズだね。カレーはチーズだ、やったことないの。2度目の方、ありがとう。卵は無料と、でも卵がそもそもついてくる焼きそばだったの。ソース買いに行く、確かに買いに行かないか。おすすめです、食べ方美味しかった。サンドイッチは、サンドイッチ伯爵のために作ったのが、あ、そうなん、いたんだそういう名前の人が。カレーにソースとか醤油入れる人、あ、そうなの、そんなアレンジもあるの。卵をおでこで割って、もう割って出てきたから、なんでおでこで割るの、やだよ。冗談で言ったらそのままやってるよって店員さんが裏で言って、嘘だろ店員さん、騙したのか。めっちゃ普通に出してくるじゃん、だとしたら絶
対手にいじられてる。なきゃないだろ、そういうやつだめ。本当に美味しかったの。振ってみても焼きそばのアバター、むずくない？コンタムどう？こんばんは。あつもの方ありがとう。どう？こんばんは。ちょっと卵おでこで卵割るとやだよ。やりません、やりません。今日さ、なんか100均で前に買ったさ、温泉卵メーカーみたいな、温泉卵をさなんか作る容器みたいなやつがあって、そこに卵2個入れて沸騰したお湯を入れたら、13分ぐらいかけてお湯がさ容器の底からちょこちょこ出ていってちょっとずつ出ていって、あの温泉卵できるみたいなやつ作ったんだけどさ、これ本当に温泉卵によってびっくりした。レンジでできるやつとかも使ったことあるけどさ、レンジのやつってうまくいかないんだよね。なんかうまくさできなくって、だからお湯入れてあれ使ってみたらめっちゃ良かった。あれめっちゃ綺麗にできた。そう、そんなのずっと買ってね、温泉卵作んなくて放置してたんだけど、ちょっと卵のね賞味期限が近かったから今日作った。レンジな怖い。レンジちゃんとね穴何箇所か開けるから爆発しない、大丈夫。ちゃんと育ってるよ。ホットケーキ作る配信しよう。卵は全部おでこで割る感じ、やだよ、罰ゲーム。金さんファンレベル33ありがとう、ありがとうございます。ね、金さんたくさんかぼちゃありがとう、ありがとう、ありがとうございます。あつたまうのも卵をおでこで割ると綺麗に割れる、なげないだろ。卵っていつもなんか10個入りかな、10個入り買う、10個。こんばんは。たま多分おちゃん、おでこで割らないよ私は。ありませんけど、焼きそばに目玉焼きならわかる。焼きそばうわ、それやったことなかったね、生卵。でもめっちゃ美味しかったよ。10個多い。そうだからたまにちょっと賞味期限に追われる時はあるね。今日はあの温泉卵作って、残りは茹でて、卵結構残ってたから8個ぐらい2個しか使ってなくて8個ぐらい残ってたから、それ残り茹でて、茹で卵にして 8個じゃないの、6個茹でたんだ、8個余ってた。でそのうちの2個を温泉卵にして、6個茹で卵にして、で6個中4個使って卵サラダ作った。卵サラダ、あとの肉はちょっとなんかまた明日食べる。ゆで卵、ゆで卵と温泉卵1個残ってるから明日。今日は卵いっぱい残りはください、あげないよ。目玉焼きはソース、目玉焼き醤油ソースかけたことないよ。醤油だ。卵は毎回2個使うからあっという間になくなる。卵はね、その時によるんだよな。全然さ賞味期限に追われる時もあれば、お菓子作りとかしてすぐ使い切っちゃう時もあるし、卵料理なんか作って、なんか今回はあんま作んない日だったわ。8個終わってた。卵は今日いっぱい食べた卵。この前スーパーでハロウィンだからか10プラス2個でお得にパック、めっちゃいいじゃんそれ。自分も醤油派、目玉焼き醤油でしか食べたことない。私大谷翔平選手は1日16個そんなに飽きないのかな。卵、コンビニのさあのとろっとゆで卵みたいなやつ、あー美味しいけど、でも1個で十分じゃん。飽きちゃう。卵カップ麺に、あ、いるのよ、いるのよ卵。またが確かに高いよね、わかる。わかる。あ、塩コショウ派、あ、ケチャップ、やったことない、醤油しかかけたことないよ。秋は飽きない季節、それとも飽きる季節ですか。いいね、私あれはいいから本当に。ずっと言ってんだから。卵今日使い切ったからさ、まあ、ゆで卵にして残ってるけど、
生卵はもうないから、また買ってこようかな。マヨネーズ、目玉焼き、マヨネーズ派もいるの。M 入りのゆで卵、やったことあるよ。ゆで卵を作って、でジップロックにさ、塩水と一緒に卵をつけて、そしたらさ、塩味の卵にできるじゃん。やったことあるよ。パンタムーンともタモの手作りゆで卵1個1000円。高すぎだろ。丸儲け。1個1000円やばすぎる。高っ。ちょっと卵ってさ、10個パックで、まあ、200円ぐらいじゃん。だいたい200円前後じゃん。高すぎだろ、1個1000円。そちらは偶然としてガチで気になってる。それ偶然じゃないでしょ、どう考えても。違うでしょ、気になってないだろ。何、秋を飽きない季節、それとも飽きる季節ですか。なんだよこれは。卵一日にたくさん食べたら体に悪いとか、あ、聞いたことある。ある。確かに大谷翔平さん一日16個やばくない。マヨネーズの原材料、あ、確かに卵か、そうそう。もうやってるので950円でお願いします。何をよ、何をやってる。卵売ってません、送料別ですか。売るわけない。卵白だけ、卵白だけで1000円、高すぎだろ。ランクアップ8位、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうね。ランクアップ、結論、気づいたら秋から冬になってるのに。いやもう思ってたけど、毎年気づいたらもう秋終わってる。なんか今年なんかさ、秋来たかなと思ったらなんかまたさ暑くなってさ、なんか繰り返しだったよね。最近涼しくなったけど、またこんばんは、どうもこんたまー、どうもどうも。最近ゆで卵は食べても OK。 あ、そうなの、なんか違う。一緒じゃない。ゆで卵もたくさん食べるのよくないでしょ。いつもの方、ありがとう。どうも、今日寒かったね。家ずっと家にいたんだけどさ、私は寒くなってきた。来週も気温安定しない。ただの、ただの一気に寒くね。確かに。カンタム、やっほー、こんばんは。どうもどうも。なんか歌おうかな。なに歌おう。ずっと家にいたよ、今日いましたよ。いましたけど、何ですか。何ですか。こんばんは、どうも、やっほー、こんばんは。ヤリスハイブリッド納車されて運転したら燃費やりすぎて、やりすぎててびっくり。どういうこと、どういうこと。保険ランキングに名前書いてくれた、こちらこそありがとう。あいつね、ウーサー最近全く外出ない。ウーサーはうちが一番だから、外に出る方がストレスだから。ウーサーはウーサー引きこもりだからね。ウーサーはゆで卵は1日 2,3 個は食べても OK。 あ、そうなの。じゃあ大谷翔平さん食べ過ぎじゃん。16は夏坂46さんに約束の卵という曲。あ、そうなの、わかんないよ。でも多分と同じく、いや私はそんなことない。ブブさんほど、ブブさんぐらいさ家から出ない、やばい。昨日出たから、なんかいろいろ買い物も行ったし、昨日は大河も行ってくれた。ゆで卵なら1000円出せる。ぼったくりすぎない、1個1000円ってやばすぎでしょ。ヘリスで金燃費やりすぎなくらいよくて、あ、よくてびっくりってこと。新曲、何でしょうか。
ブさん爆睡中よ。タウンを食べ過ぎ？私？まあ確かに今日は温泉卵、卵サラダに卵4つ使ったから5個5個食べた卵結構食べてるわでも最近食べてなかったから多分大丈夫。元彼女の皆さん、あー知ってるけどそれちょっと歌えないよ歌えないよ食べ過ぎか卵大丈夫よ。昨日とか卵、あ昨日おしゃれだ、油そばに温泉卵トッピングしたわ食べてたわ。簡単食べたわ。お風呂入った、えらい映画のロッキーで生卵数個一気飲み。生卵は無理だな、自分だぜ。サラの意味って歌歌えないよ。プリン作った、あそうプリン結構卵使ってるからね、結構多いよ、ね、食べてるけど食べてたわ今思い出した。そうだ温玉、油そばは温玉トッピングがいいよ絶対に。油そば絶対に温玉トッピングで、メンマも追加した、メンマ大好き。2度目の方ありがとう。温玉ちょいちょっと入れてかき混ぜればいける。生卵、いや私生卵、卵黄はいいんだけどさ、なんかね卵白があんま好きじゃなくって、なんかすき焼きとかにこう絡めて食べるのはいけるんだけど、卵白だけちょっと嫌じゃない。卵白だけってかその生卵を普通に飲むのは嫌じゃないベビースターさん、ファンデペル18、ありがとうございます。おはようございます。おはよう。リセットにする、なんかね、なんかさ味ない、いやさ味じゃない、なんかねちょっとドロッとしてるじゃん卵白って、それが嫌だ。わかる。コンビニで油そばって売ってるカップ麺じゃないやつ、レンチンのやつ、なんか前ちょっと前にセブンで見たよ。温玉トッピングし、油そばの温玉トッピングは絶対にした方がいい。そうそう、ドロドロ感がね、卵白。長坂46さんの公園のじゃない、約束の卵は東京ドーム公園を見て歌っていたけど、あ、そうなの、聞いたことなかった。スキャメとクシャメと君を分ける、確かに。え、君だけならまだいいかも。でも君だけはその食べたことないけどね、そんな君だけで、なんかにかけるとか、卵かけご飯で私あんま好きじゃないえ、なんか嫌なのよね、あんまり。リセット、リセット。卵かけご飯って日本しかない、なんかね見たことあるわそれ、うん、君だけにちちちかぶってんのよ、かわいと。リセット入れるわ、とりあえず。よいしょ。油坂46ちょっと嫌かもしれない。やだ、油坂ぞ。口幅広くなきゃ。しました？違うでしょ？生感がいい。そう。なんかね、卵白のあのドロッとした感じが。焼けば全然好き。焼いたら。だけど。まさひろさん、ファンレベル25。ありがとう。ありがとうございます。初詣の方、ありがとう。どうも。こんばんは。油坂46さんは嫌。いや、油坂。私も嫌よ。ベトベトしてそう。リセット。たぶん、ナンパだと君を負けの失敗すると、いい君だってなる。いいよ、ダジャレ。登れない、確かに滑り落ちてくるねえ君は覚えてるだろうか、慣れてきてしまったあのステージ、そうメンバー気づいていなかった、巡われて
ありがとう。ドセツさんまたピエロありがとう。たくさんありがとう。ありがとうございます。ありがとう。ドセツさん。書いちゃった。ドセツさんファンレベル20。ありがとうございます。ありがとう。ありがとうな。たくさんだ。ありがとう。みんなパチパチありがとう。ありがとうございます。ありがとう。ありがとうね。ありがとうございます。以上。もっと見ちゃうかな。カツオモの方ありがとう。こんばんは。ロセスさんファンレベル21。ありがとうございます。ありがとう。ありがとう。たくさんありがとう。今花火上がってた。レベル28達成。ありがとうございます。ありがとう。ありがとうね、ドーセツさん、たくさんたくさんだ、ありがとう。8位に上がってみた、今。ありがとうございます、ランクアップ、ありがとうありがとう、ありがとう、やったやった、ありがとう。よいしょ。かぼちゃと幽霊がいっぱい、え、みんなありがとうございます、たくさん。クマピエロ、クマピエロを、かわいいこれ。あやかな。よいしょ。竹
京ドームの愛称がビッグエッグだから、と約束の卵は卵は東京ドームのこと。あ、そうなの。なんでビッグエッグなの。うん、節さんありがとう。またピエロありがとうね。ありがとうございます。隠そうと、お前さん、なんだっけ、情熱的骸骨くんだっけ。ありがとう、ありがとうね、骸骨くん。ルーセツさんファンレベル23、あ、すいません、うん、ルーセツさんまたありがとう、たくさんありがとう。ルーセツさんファンレベル24、あ、すいません、ありがとう、ありがとうね、たくさんありがとう、ありがとうございます。そうなんや。あ、なんや、なんや、うん、ありがとうね、同説さんいっぱい。あれじゃない、もしかして、同説さん、ピエロタワーだ。ありがとうございます、ありがとう、ピエロタワー、ありがとうね、ありがとうございます。ありがとう、ランクアップ7位、ありがとうございます、ありがとう。ありがとうございます。ありがとう、たくさん。ありがとう。初音の方ありがとう。こんばんは。ありがとう。よいしょ。ついてこうかな、ペロ。クマピエロ。クマピエロね。かかか。お、花火。レベル29達成。ありがとうございます。ありがとう。ありがとな、ありがとう、よいしょ、よいしょ、画伯の画力が問われる。ピエロの絵が得意ってきた。あのハードル、ハードル、手が詰めてきた。こんばんは、どうも、やっほー、ルーセツさん、ピエロね。多分いい感じだ。うん。いっぱいいて。
片っぽの目が欲しい。ハロウィンか。でもな、アメちゃんだな、こういう時に。アメちゃん、アメちゃんの絵描いた、アメのイラスト。ちょっとどうしたらいいんだろうな。多分一回来た。おったムードも。お追いかけしてるのよ、無理中。そう、多分いい感じ。ロウセツさん、ピエロタワー、ありがとうございます。ありがとう、あいつね。ありがとう、ピエロクマちゃん、ありがとうございます。はい、ピエロ、ピエロピント、ピエロタワー。え、こんな感じじゃない？ギフトのピエロ違うかな。私にはこう見えてる。ありがとう、ありがとうね、ドロフィッツさん、ありがとうございます。ありがとう。こんな感じだよね。うわい、よかったよかった、終わった。プルルピョコボコさん、ファンデビル20、ありがとうございます。ありがとう。なかなか、よかった。こんなんだよね、なかなかのピエロでしょ。完全にカンニングして、だってショールームのゲートのピエロを描いたんだ。だから見ないと描けないよ、わかんないよ、見ないと。これ一本進めからうまい、よかった。想像の10倍。やばい、どんだけ私エイトだと思われてんの。こんぐらいは描ける、よかった。ありがとうね、ドセツさん、ありがとうございます。ピエロタワーありがとう。ありがとうございます。みんなもありがとうね、よかった。でも、あ、よかったよかった、おい、よかった、安心安心。初音の方ありがとう。こんばんは。よかった。よいしょ、2度目の方、初音の方ありがとう。どうも、よいしょ、ありがとうな。伝わってよかった、ピエロ。かまわーとも、実物よりかわいい。ほんとにそこまで、ありがとうね。どうしたの今日、褒めて、みんな褒めてくれるの、どうしたの。どうしたのよ、みんな。どうした、かまわーとも、やほー。あともの方ありがとう、とも、やほー、やほやほー。ブブさん起きてる、ブブさん。今ギフラン3位、見てみよう、おいしい。ギフラン、うん、3位だ、ありがとう、ありがとうね。すずめちゃんさん、かぼちゃんありがとう、ありがとうね。ブブさん起き、あ、寝たわ、寝ぼけてたのかな。こんばんは。褒められると疑い深くなる。いつも褒められないからね。いつも褒められないから、みんなどうしちゃったのかなって思う。
こんばんは。コンタム、どうもどうも。どうも。卒業発表から今日で1年。もう1年経ったの。早っ。もう経ったの。1年も。手前だね。いつも吠えてる？山田も出てりゃ気に飲む。やめてよ、そんなことよ。ママ吠えてる？どうかな？本当に上手だった。あ、よかった。買ってよかった、そんな。ね、ブブさん。ブブさんはもうへそ転しちゃった。ブブさん。最近さ、ブブにさ、なんか、またたびのさ、なんかちっちゃい木の、やつを買ったのよ。木のなんか棒みたいな、小枝みたいな。それさっきさ、ブブさんにあげてて、廊下の方にさ、投げてあげたらさ、ブブさんが追いかけていってた。可愛かった。犬みたいだった、ブブさん。私が投げたらね、めっちゃ走ってた。その木の方に行ってた。ブブさん、犬みたい。こんばんは、の？いじったりはしてるけど、吠えてる。吠えてるか。じゃあいいか。いや、ブーさんが気になってたから、投げてみたら、廊下に。取ってこいってしたら。走って。どんな反応だった？そのまたたび。またたびのやつはね、なんか、ガリガリ噛んでたよ。噛んでる。気に入ってんのかな？わかんないけど、噛んでた。ブーさん、犬っぽい。またたびの金目かけて走っていってた。飼い主が褒められるのに、なんて、なんちゃらせず、爆ずれしてる？僕ちょっと、わかんないよ。いろんなルームを渡ってここに届いてたら、1位に同説さんがいた。どういうの？どこ取って言われてる。同説さんがね、たくさん。食いたのよ、ピエロ。こんばんは。基本、甘やかしたいだから、吠えてる。かなぁとかこんばんはあーとりあえずねえじゃんうん、初詣の方ありがとう、どうもやっほーうーさん、でもまたためのキーでもどこにあったんだろう。さっき持って行ってね。見ていてじゃない、あげて。まだ廊下にあるか。なんか本当に、見た目めっちゃ木。なんかまた旅らしい、でも。おじさんにあげたわけ。ちょっとガリガリしてた。こんばんは、どうも。どうも、どうも。やっほー。こんばんは。毎度。毎度。なんか覚えようと思ってた。でも明日の運勢のお時間出たよそれ。何ですか？どうせ末吉だろ。吉か小吉だろ。それかもう三択なのよ。勝ってるからな。どうせそれなんだから。知ってる。ヤマケンさん、レモンスターありがとう。ありがとうございます。おつったもん。ふさ、寝ながら今毛づくろいした。一瞬起きて、でまた寝た。寝ぼけてんのか。このルームは嘘つきがいるせいで、タブが疑い深く。本当だよ。でも明日の運勢はなんと史上初の中吉です。いいのよ、新しいの出してこなくてもいいの。歯ぎしりも。さん、え、なんかまた旅のなんか木らしい。グリグリパンツ。でも明日再放送します。ちゅう、やめてよ。やだー、最悪よ。中吉なのに結構運勢悪いぞ。再放送やばい。私今まで再放送したことないよ。いや、結構ショックよ。落としたら中吉。
適当占い何よそれ。でその占いは本当に。スマホありますよ。スマホ今昼ちょっと割れてんのよ。めんどくさくて書いてないんだけどさ、割れてんのよね。別にあのちょっと割れてるぐらいだからさ、フィルムすぐ変えたくないじゃん。フィルムね変えたくないし、そんなだからうん、もうちょい、まあ、次を落としたら変えようと思ってる。中吉はレア感ある。今までずっと末吉、吉、小吉だったじゃない。いいね、その適当な占い。のタムに会いに朝一でも帰りて、ケバブタム間近で見て家帰って卒業発表を見た動画1年前。なんか間の朝からいろいろ早いね、もう1年。ファンデが粉々な、ファンデ私あれだからお茶運ばないから。あとなんかそんなファンデあのなんていうのパウダータイプじゃない。大丈夫、ファンデはなんか液体のやつ、なんて言うんだっけそれ、リキッドタイプだ、リキッド。だから大丈夫、なんか粉々になるようなもんはあるけど、噛んでるって。そのキちゃん誕生日にちなんで100点満点で110.3点の運勢です。なんだそれ。なんだそれ。あつもの方ありがとう。まん、よろしくさんの語り合い入れてみようかな。歌えるかな。でもサビがさめっちゃむずいんだよね。歌えるかな。歌えるかな。こんばんは。どうも。小吉が意欲が湧き、闘志を燃やしても無駄な抵抗に終わります。今こそ時の流れに逆らうこと。吉、なんだそれ。初音の方ありがとう。もうサビ歌えないかも。ちょっとうさぐさん高いところが出ないかも。ちょっと前で歌ってみようかな。エビメロは多分覚えてる。初音の方ありがとう。もむずいな、この曲。最近聴いてるやつ。ふぶさんどうした。急に起き上がってた。ふぶさん降りてくる。伸びしてるわ。ふぶ降りてくる。ふぶさん降りてきた。おいで、ふぶ寝るんかい。話もちょっとラッキーアイテム御朱印帳持ってないから、御朱印帳無理だな。おつたぶだもん、かんたもおつたぶ。うんさん起きたのにな。またそうだ、うん、降りてきた。うんさん降りてきた。よし寝るか。トイさん、トイさん。カトリア出るかな。傷一つない新しい心。
の花瓶にまき火を刺しておくから抱いておくれよ。歌えないぞ。結構早いこれ。これめっちゃ短いこの曲。さあ札束で見る目が変わるなら本物だ。曇りのない新しい眼を買う。いっそ君の全部がどれ。何も見えないで眠ったら目が覚めた世界は雲一つさえ鮮やかな。戻っておくれよ。そして僕、ああ夏影の間眠っても君のいた世界はどこかで持っているから。ああ夏で君にあげたいから最後だ。さよならの時間はわからないようにするから笑っておくれよ。難しい。ウビさん、ウビさん、おいで。分かった分かった。いる？ブブさん、あれ木の棒、木の棒あげようか。ブブさんパチパチあげてね。木の棒持っていくわ。あれまたたび。また旅。あれ？あ、いたいた。ブブさん、ブさん、はい。これめっちゃ木の棒じゃない？これまた旅。これあげるよ、ブブさん。おいで。よいしょよいしょ。さん、また旅いるか。また旅いいのせ。あれ反応しなかった。あれ？いあれ？口に入れてる。さっきまで反応してたのに。
さっき噛んでたんだよ、またたび。みさん、またたび。言わないよね、言わない。言わないよね。眠いのか。え、さっきね、いや、さっきまではね、またたび遅くて。抱っこが嫌か。抱っこが嫌か。みさん、またたび。ほら、じゃれてる、またたびと、見て、見る？ちょっとあんま見えないよね。これが邪魔だね。おじさん、多分好き。キャカタは1873人、ハネオマさん、お願いしてくれます。ありがとう。こんばんは、カタム。ヒデさん、300回目のありがとう、たくさんありがとうね。カタム、ちょっとカトリアを覚えよ。難しい。一生懸命噛んでろ。やっぱ抱っこされながらのまた飛びはいらなかったみたいな。あお父さんと、こんばんは、どうも。じゃれてるわ、またたびと。ついてないぞ、ボブさん。ボブさん、ついてないぞ。落とされちゃった。また食べ好きなの。ウーさん、なんかご飯にかけると食べなくなる、ご飯を。なんかさ、パウダー粉末タイプのまた食べってあるじゃん。食べなかった。あれをさ、ご飯にかけたらいいみたいな書いてあったか考えたらね、食べなくなるの。ウーさん、いいよ。初おもの方、ありがとう。こんばんは。なんかでも、なんかブブさん、そこは猫にしてはそこまでまた旅興味ない。分かんない、あれ木の棒に興味ある。あー、テーブルに乗るなよ、ブブさん。ほらほら、また旅があるでしょ、ここ。ちょっと見て。あつおもの方、ありがとう。なんかコロちゃんはめっちゃまた旅が好きなの。また旅をなんか箱にさ、かけたら、ちっちゃい箱なんだよ。コロちゃんどう考えても入んないぐらいのサイズの箱なんだけど、もう一生懸命舐めすぎてひっくり返ったりして、箱ごと。そんぐらい好きなんだけどさ、ボブさんはそこまで興味がないみたいな。お、元気だね。落ちちゃう。楽しいか。いるか、これ。楽しいか。つぶとぎしながらまた旅食べてる。見える？つぶとぎしながらまた旅。釣りしながらね、また旅にいるか。器用だわ。つぶつぎしながらまた旅。かわいい。かわいい。かわいいブブさん、また食べに寄って行けて、手ぶり乗る、やめてよ。かわいい、許さないで。かわいい。見た、今
私がまたたび上げてたら同時に爪研ぎしてた。器用なブブさんだ。その場所いい？何と何がかかんな、ちっちゃいだから最近乗ってくれるようになった。前まで全然乗ってくれなかったけど。あ、つもの方ありがとう。こんばんは、お疲れ様です。お疲れ様だったも。俺はチュール派って。また旅いいでしょ。旅でいいだろ、ブブさんはコスパいいんだから。これ木の棒だからさ粉末タイプじゃないから、やらないから。コスパがいい。かわいい尻尾が出てたよ、今。尻尾が出てるよ。かわいいんだが、尻尾がちゃって。ご機嫌だね。初物買ったありがとう、くまは。寝落ちしてた、おはよう。尻尾。かわいいね、尻尾振って。尻尾振ってるおぶさん。よいしょ。初物買ったありがとう、どうも。こんばんは。よいしょ。尻尾感じ。尻尾振ってる。かわいいんだから、ボブさん。こんばんは、グッドム。ご機嫌。ご機嫌だわ。ピアクアさん、ファンデフィル16。あいつです。ありがとう。100キラありがとう。ね、頭隠して尻尾隠さず。かわいいっしょ。ああ、ボブさん、かわいいな、ほんとに。かわいいな、おじさんは。ほんとご機嫌だわ、ご機嫌ブブさんだ。ずっと振ってる。かわいいぞ、ブブさん。よいしょん。なんか最近ね、窓際じゃなくてここにいる。こんなさ、ここにね、ブブ最近窓際じゃないの。ちゃった。こんばんは。の今チラって見てて怖かった。落ちっちゃった。窓際でずっと移動してる。声が雨だにゃって言ってるの、ブブさん。雨わかるの、ブブさん。行ったり来たりしてる。また戻ってきたの、こっちに。かわいいんだから、ほんとに。ご機嫌だね、ボブさん。よいしょ。ご機嫌だ。うん、今日のやつさん、たくさんかぼちゃありがとう。はい、ありがとうございます。こんばんは。なんか違うのと、さっきのと。何がいい？何と。何言ったっけな。今雨降ってる。動くのよ。降ってんの今。かまかまわーの。
二度目の課題がどうだも。今ちょっと位置が分かんない。カマワード？カマカマ。こんばんはカゴです。来たよカゴが。まだカゴ役してんの？長いな。もうじゃなんか毛づくろしてる。こんばんは。アフターレイン入れようかな。アフターレイン。あ、今降ってるかわかんないけど。アフターレイン。ずっとカゴ役やってんだから本当に。壊れるまでカゴでいいですか。ずっとカゴしてんの。アウターレインあるよ。アウターレインする。分かんない、めっちゃ雨降ってるかもしんないけど今。アフターじゃないかもだけど。ファンタムード。もう一回ありがとう。あ、すいません。はいね。うん、こんばんは。ポイントありがとう。初見さんポイントありがとうね。
テーブルの上に置いてあるさ、ここにあるけど、もう一個テーブルの上に置いてあるね。画面落としてた。つーにこらあ、ね、ちょっとハプニングか。コントもあったわ。ふぶさんが悪さばっかするんだから見たい。今なんかさ、私が歌い始めた途端さ、ふぶさんがここから降りてきてさ、部屋の中走り回ってた。なんだよ、嫌だったか、歌うるさかった、ふぶさん。みんなパチパチありがとう。暴れてました、ふぶさんが。すずめちゃんさん、ファンデビル中級、ありがとうございます。グルートウイトさん、ピエロタワーありがとう、ありがとうございます、ありがとう。ふぶさんが暴れてるよ、ケージで。こらーんとシールついてきちゃった。ウィスポーシールが。コペルさん、ファンデビル20、ありがとうございます。ありがとう。またか、風とみとさん、タワーの家にしてる。またかよ。なんかいいね。あ、つもの方ありがとう。とも、プブさん大丈夫、バレちゃう。私がもしかして、あの、なんだっけ、あげたから、また食べあげたから、だから私のせい、もしかして私のせいだったかもしれない。ブさん、そういうこと、ごめんね。確かそういうことかな、また食べあげたから。ブブさん、さっきまた食べ、これガリガリ噛んでたから、また食べ、ブブいる、見てる。来ないのか、簡単は。でもこれは COD VO6 やろ。ええできる私ね。あ、ゾウの方ありがとう。どうも、そういうことかも。私がまた飛び上げたから、こんなブブさんがさ急に暴れ出しちゃったのかも。今までさ、そんなさ暴れることなかったんですけど、温めっていうよりおもちゃ感覚。そう、めっちゃ気になってる。ここにあるよ、さ、ここだよ。犬みたいだからね、ウブさん。温めようかな、さ、落とす音にね釣られてキョロキョロしてる。カゴキャリーできます、任せてください。できるの、カゴなのに。買おう、キャリーできます。お前考えとくわ。認めなかった、ありがとう。ピエロタワー、ピエロちょっとさっきの絵見ないとかけないか。難しいよ。何か言って、ここ、うん、ピエロの帽子がね難しいんだよね。感じじゃない？二度目の方、ありがとう。どうも、どうもどうも。ブブさん寝ちゃった、結局来なかった。よいしょ。今日夏さん、レボサレード、ありがとうございます。二度目の方、ありがとう。どうも、風と
ミトさんピエロタワーありがとうございます。ありがとう、あえてね、ありがとうございます。たくさんありがとう。ピエロタワーありがとう、あえてね。いい感じじゃない、ピエロいいじゃん、ありがとうな、ありがとうございます。ピエロクマちゃんありがとう、ありがとうございます、ありがとうねありがとう。よ、頭が南国島国、どういうこと、どういうこと、どういうこと、え、目の前の方いないんだもん。ヤシの木が生えてる、違う、ピエロの帽子じゃん、見てこのピエロのギフト、なんかこういう帽子かぶってるでしょ、死ぬ気じゃないよ、本当に。2度目の方になった。たまんがまま絡まってるわ。よし。よし、最高の曲。聞いて、あわざ持って、キンキン禁止で明らか持って、ハースク意識、このような問題ないです、無理や、それ聞かないって、ね、ライバル口を揃えて、うん、ライバル口を揃えて、バグれ、まぐれ、認めずって、マジでこれも全部ダメで。イサミ、イサミ、ヤン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 、ブリンバンバン、ブリンバンバンバン、ブリンバンバン、ブリンバンバンバン、実力を発揮しきる前に、アイテムがパクリティクラッシュ、アイカーキューハードロベリーハッピー、アイカーカイタータピタージー、アイカータピシャルマリージー。ダランダーの光、見るならまだアイスより愛し、俺パッともできないことばっかり言ったけど、めっちゃハッピー、あきれてる、あきれてるマリー、目が湧いてる観測友達、もう反則的なチーズの間に任せとけばいい。教科書やもん、来週ね、ちょっぱったりもしない。シンキブンバンバンブンバンバンブンバ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 ン、学歴もない、選挙もない理由で、この存在したいが文化財の味噌、高級車から免許ない愛車、全国各地裏スインピン、このブロがブリンブリン、パレードならまた関西並み、並みのグリナマ、音楽を無視のみのみ、声もさんまたまま、漫画みたいな体とままで入ってしまってる漫画、圧倒的力、この頭と口から、このバラなったと分かってない、この三人キスもついてない、繰り返しちゃっかしていくと短い、かつ年齢をキスもしんは、バン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 いるだけで上限、エイテン誰も口を挟めない、エイテンオラの胸、いるだけで上限、エイテン誰も口を覚ませない、あいたあいたね、いいよ、おじさん記事から降りてきた、ありがとう、みんなパチパチありがとうありがとうございます、あいたな、よし、じゃあ早速ランキングもかな、13位から言いますね、13位、よいしょ、13位、ヤスさん、ありがとうございます、12位、ヤマケンさん、ありがとうございます、11位、キョウナチさん、ありがとうございます、10位、ジョロさん、ありがとうございます、9位、ヒロジさん、ありがとうございます、8位、ティンさん、ありがとうございます、
7位ジントさん、ありがとうございます。6位クロマンさん、ありがとうございます。5位キッシーさん、ありがとうございます。4位スズメちゃんさん、ありがとうございます。3位アメシさん、ありがとうございます。2位ドーセツさん、ありがとうございます。そして1位がカセットモイトさん、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございました。ありがとうありがとう、ありがとうございました。今日も配信ありがとう、みんな見てくれてありがとうね。おじさんが廊下出てるありがとう、ありがとうございましたありがとうねー、よいしょ、ありがとうございました。今日6位、ありがとう、嬉しい。キュートランキングは今はあい、どうした、泣いてる。キュートラン、あ、2位だ、キュートランキング、すごいすごい、ありがとう、やった、2位、ありがとうございます、やったやったみんなありがとうね。デミさんファンレベル20、ありがとうございます、ありがとう。最後に戻ってきました、ありがとうね。松本の方、2度目の方、ありがとう。こんばんは、今日買ったのは474人、ポイポロさん、今月もありがとうございます、ありがとう。松本の方、2度目の方もありがとう。こんばんは、あとはやめてるかな。明日の配信はちょっと明日お昼できないから、あ、ポケさんこっち来たの、あ、逃げてた、違う明日は夜でき、夜じゃないわ、お昼ができないけど、夜はできるわ、間違えた、お昼できないから時間があれば朝するかも。でも朝もする時間あるか分かんないよ、あればちょっと朝報告するわ。朝、明日お昼はできないから、朝時間があればしようかな、すぐ分かんない、いつは逃げないよ、その時によるかまわーだもん、もう今日やで、まあ確かにね、日付変わってるから、だから朝できればかな、時間があればないです、わかんないじゃん。初音の方、ありがとう、どうもこんばんは。まあだから朝できたらと、あとは時間があればね、朝夜配信ですか、全部で2回か3回、5時配信はしない、無理よ、5時は無理よ、なんかないつも開催、配信開催いつも9時ぐらいだと思うですかね。そうそう、今日あるかな、明日は早いから、また明日の配信で、ありがとうございましたおやすみなさい、また明日、またね、ありがとうございました、おやすみ。